はい、皆さんこんにちは。エースコンバット7を、続けてやっていきたいと思うんですね。はい。続きから、キャンペーンの続きから、いきます。か。で、コンティニュー。これをしばらくね、続けてやってみたいと思います。無慈悲な設備。諸君らのような犯罪者を有効に利用した功績により召喚は勲功を賜った。一方で諸君らの中に命令に対するものがあれば独房が待っている。それを忘れないことだ。不満を述べる自由すら諸君らは囚人となる身を選んだ時に自ら捨て去ったのだ。さて諸君らの有効利用だ。エルジア領内への強行偵察を実施中のオシア空軍所属部隊がある。だが事情により帰還ルートが変更されることになった。新しい帰還ルート上にあるインシー渓谷は風光明媚なカルスト地形の祈願地帯だが、そこの山肌に隠れるように点在する敵のレーダー施設及び対空兵器が脅威となっている。諸君らの任務は自らの危険を顧みることなくそれらを破壊し、この部隊を無事帰還させることだ。ただし攻撃を察知した敵の迎撃機と交戦する可能性も十分ある、はい、そのことも忘れずまともに飛べる機体を選ぶ。直縁しろ、ね、あいにく天候は最悪だが出撃を拒む理由にはならない。繰り返すが諸君らの帰還は重要ではない。強行偵察部隊を無事帰還させることが任務であり、服役中に期待される罪の償いな。偵察部隊を帰還させる、はい、直縁機です。じゃあ行きましょう。航空は選べません。 F16、はい、行きます。機体の準備が整った。泣き信号を許可する。ファーストコンタクト。敵レーダー施設及び対空兵器を破壊せよ。スペア隊、救援を要するミッションだ。目標は敵のレーダー施設と対空兵器。複雑な地形の中に配備されている上に雲も多い。雷雲まで近づいているとのことだ。運がないなお前ら。対空砲が。おい、この作戦を立案したのはどこの大バカ野郎だ。質問は許可しない。第444航空基地飛行隊、こちらサイクロプス1。サイクロプスとストライカーの2小隊で現在7機。我々の編隊も間もなくその区域に到着する。我々は予定外の戦闘で兵装を損耗し、敵への対応が難しい。生還できるかは機訓ら次第だ。サイクロプス1、こちらバンドック。予定時間までには終わらせる。高度上げるといいな。では頼んだぞ、バンケンド。岩山が霧を生んでいる。注意しろ、機体を壊すな。ミサイル発射。風が全く来ない。風を利用しろよ、素人どもが。目標施設の破壊を確認。いいぞ。ロックされている。この風の中、あの岩の間を飛ぶのか。メソ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 。目標施設の破壊を確認。破壊してない。正規の隠密偵察機だと。ルルシが起こしたと。遺跡を調べてるとかいう話だ。それ以上はつかめなかった。さすが早いな。秘密兵器でもあるんじゃないのか。情報の壁があるんだよ。死後は慎め。雲が近いの。食べた。雲の下、雲の下。メソメソメソ。
考えてね。仕事を終わらせるために口を動かす必要はないはずだ。手と頭を動かせ、マヌケども。はいよ。レーダー施設を全て破壊した。サムも機関部隊の脅威になる。見逃すな。敵の機影、マッシュが上がってきます。マッシュか、この程度だと。メソメソメソ、運動が続いてましたね。すごい振動してるね。なんていうか。下は切り取った山、上は雲。地獄だな、ここは。最高。一緒に地獄に落ちたからね。エルジアのバカどもなんかとは。ダメージします。ちょっと当たりましたね。雷を避ける。どうやるんだ。雷やったね。ああ、闇の反対側だ。よし。あ、いた。この天候で対地攻撃とは、いやはや。スコアが稼げない。俺の邪魔をするなよ。一番向こう側か。目標破壊を確認した。目標すべて破壊。モルグリン警戒、敵機インバウンド。 UAV が出てきたぞ。ラインを踏んだか。おぉ、すごい。来たね。来たな。迎撃は彼らに任せよう。帰りも抜け道を使えればよかったのだが。そううまくはいかないぞ。対空戦闘。無人機が偵察部隊に食いついた。偵察部隊は対空兵装を持っていない。生還させろ。一機体とも落とさせてはならん。 UAV を撃墜しろ。無理に決まってる。誰だか知らん奴のためにあんな中を止めているのか。勇気と向こうは違う。あやではそうじゃない。ああ、でも いいぞ。この調子で6人の敵を撃墜してくれ。誰かライブに突っ込んだぞ。こういう感じ。早い。スライダー4、背中に敵機。 UAV との間に割って入れ。助けるんだ。レーダーを見てる余裕がねえ。無人機が4台で控えやがった。さあ、まみやれ。後ろ取られてんじゃねえ。こっちは強制に耐えてるんだね。 UAV は疲れ知らずだ。なんで大
中に飛び込むんだ。トリガーがそうしているようにな。後ろに疲れた。残念。